藤田進は日本の俳優である。昭和期において黒沢明監督作品の主演を多数務めるなど、日本映画界の大スターの一人であった。戦時中は戦意紅葉映画に、戦後も戦争映画に多く出演した。1912年1月8日、福岡県久留米市警長に生まれる。 1929年に南地区中学校を卒業後上京し大学を受験するも失敗きっと京都に立ち寄り市川歌えもんプロダクションで古見卓司の助監督を務めていた郷里の先輩を訪ねた際俳優になるよう進められる1930年これが縁となってユータプロに入りエキストラとして出演する1931年 東亜キネマに入るも目が出ず。1932年に兵役につき、第十二師団の砲兵隊に入隊し、津島で勤務。1933年に、横須賀の陸軍重砲兵学校に入った後、二等兵の、まま除隊。1934年に、牧野正弘の京都栄養とに録音係として、入社するが、翌年には解雇される。1939年、 再び俳優として立つことを決意して、同胞ニューフェイス入社。当初は、大部屋俳優だった。1940年、妻の場合で、入江高子、高田実と共演し、素朴で真摯な二枚目俳優として、注目を受ける。1941年、指導物語など、その後は立て続けに主役に起用される。1943年には、 黒沢明の監督デビュー作、姿三四郎に主演。その武骨な動作は映画とマッチし、その名は黒沢と共に広く知れ渡ることとなる。またその男性的な風貌から、加藤春戦刀隊の加藤武織区群少将役を、はじめ、多くの戦意紅葉映画に主演、軍人俳優として、確固たる人気を得た。1945年、虎脳を踏む。 男たちの撮影中に敗戦を迎える。1946年、黒沢明の戦後第一作、我が青春に、食いなしに、戦時中に自由主義者としての立場を貫いて酷使する青年を演じ、戦後の代表作となった。1948年、折からの東方葬儀で、大河内伝次郎や長谷川和夫と共に、十人の旗の会に加わり、 新東宝映画の設立に参加する。このため、東宝に残った黒沢の作品からは離れることとなった。新東宝ではメロドラマからアクションものまで多くの映画に出演した。1957年からはフリーとなり、再び東宝作品を中心に、主に脇役として存在感を見せた。黒沢映画には隠しとりでの三悪人の脇役で復帰。 その後も、用心棒など3作に出演したが、ごくわずかな出演シーンにとどまっている。テレビの、ウルトラセブンにも、地球防衛軍、山岡長官、帰ってきたウルトラマンでも、地球防衛庁、岸田長官として、セミレギュラー出演していた。1990年3月23日午後8時15分に、肝臓癌のため、日本赤十字社医療センターで死去。 1935年、嵐勘十郎プロダクションの発生映画、活人圏、荒木又右衛門の富士山麓でのロケでのこと。マイクの性能のあまり良くない時代でもあり、同時録音のマイク係だった藤田は、一生懸命考えて、道路の土の中にマイクを見えない程度に隠した。それを、嵐勘十郎が、こんなもんで、音が取れるかと言って、足で、ポーンと蹴った。 大事なマイクを足げにされた藤田は、その晩酔っ払って、大きな体で、アラカンのやつ、ぶん殴ってやる。と怒り狂い、京都栄誉との関係者を驚かせた。監督の牧野は藤田を抑え、そんなに悔しいなら、お前も役者になり、立派なスターになって、アラカンを見返してやれと悟した。そして、この時はとりあえず、活人権での仕事が済むと、お前、 首屋と解雇を言い渡した。その後、東方で、スターとなるが、東方入社までの一時期、藤田は、京都千本組の支え末三郎の世話で、競馬の予想屋をやって食いつないでいたという。東京都調布市で、藤田自動車販売店の経営や、投資会社の社長になるなど、実業家としても活動した。昭和32年に、歌手デビューも果たす。愛のそよ風。 伊豆は心のふるさとよ最果ての領収の経営3枚発売。加藤春戦闘隊。ありがとうございます。